橋本バンパス大阪部大輝のベースラインからのダンク。90センチ近い体格があります。こちらは京都のポイントガード小西ですが、ここでターンオーバーになってしまった大阪部。バストブレイク、イージーバスケットでした。ここもサイズがショーディフェンス、プレッシャーを与えます。あっと、これは大阪部が手を伸ばしてきた。ファールがない。さあ、アルバルク東京のファストブレイク決めていった。連続得点、寺島潜り込んできた。あっと、スティール、ロスターのスティール、アウトナンバー、ロスター自ら持っていく。プットバック、素晴らしい。大阪部のプットバック、ボースアンドダンク。ロシター選手がミスマッチ狙ってレイアップ行ったんですけど、はい、いや、かっこいいな、これは。改めてこの映像が場内にも映らされて、アルバルクブースター、アルバルカーズの昨日の得点を上回っています。ここもターンオーバーからファールになって、バスケットカウント。川崎リード、ちょっとボールが長くなっている。ここに絡んでくる2人、ただ繋いで大阪でスリーポイント、ゲームとなりました。ここになりました。東京がひっくり返しました。いいですね、星野。おっと、上から叩いた大阪弁。空中での合わせでした。まあ、受け身になってはいけないというふうにジャック・バランスキーも言っていましたが、すごいですね。すごい、まあ、語り負けしませんでしたね。改めてご覧いただきます。持ち帰ってダブルクラッチ、すごいですね。大阪部からロスター、ロスタースピンムーブで大阪部スリーポイント、沈めてきました。さあ、1分後切れ、ここで14点差。トガシはどうで、ブロックした大阪部。おお、ごつどうです。ピックアンドロールやはり使ってきますが、倒れ込みながらエンドワン、大阪部スリーポイント。青木サイズの手が出てくる。ショーディフェンス、青木のレイアップ、ゴールテンディングじゃない。大阪部が斜めに横に来て、大阪部に比江島、大阪部アタックか、バック、おお、リバースレップ、重心落としている。そして大阪部には寺園、ミスマッチにはなる。そこのミスマッチもついてくる、強いエンドワン。プレッシャーをかける岸本、それに対しての大阪部です。ディフェンスがスイッチしている、打ってきた、時間がない中ですが射抜きました。決めてやろうという気持ちを持って挑めるか。打てないですよね、はい、これが琉球のプレッシャーです。ショットクロック5秒を切った。スリーポイント、ファウルがあった。よってプレー、なんとなんと、これになりますよね、はい、琉球も追い込んでいましたが、サイズの差があるんでね。塚本さんのおっしゃる気持ちが出ました。出ましたね。